試飲されるスキンコンタクトワインスキンコンタクトワインとは、ブドウ果実の破砕後に果汁と果皮を発酵までの一定期間低温で接触させ、果皮に含まれている、揮発性フェノール類などの香り成分を果汁に溶け込ませる技法を用いて醸造されたワイン。浸し時間と温度は醸造化により異なる、ブドウ品種特有の香りを強く持たせられ、長時間のスキンコンタクトを行うと、 成分の酸化に伴う特有の色調を有することからアンバーワインあるいはオレンジワインとも呼ばれる。果実を破砕した後、作除と火火を速やかに分離する通常の白ワインの製法とは対照的である。火火には白ワインには通常好ましくないと考えられる色素、フェノール、タンニンが含まれており赤ワインにおいては火火との接触、紳士が 赤ワイン特有の色調、フレーバー、テクスチャーのワイン製造工程において、寛容な部分となっている。このワイン製法についても、白ワインをベースに、ブドウ家比が持つ色素との接触度合いによって受ける、オレンジ色あるいは琥珀色の色調が特徴としてよく知られている。このワイン製法は、赤ワイン用ブドウからワインにわずかにピンクがかった、色合いがついた時点で速やかに花火比を取り除くことが、 必要なロゼワインの製法と基本的に正反対である。しかしながら赤でも白でもないスキンコンタクト調整を施す有名なドウ酒の中でもピノグリッシュにおいてはスキンコンタクトワインとロゼワインの両方でピンク、アンバー、オレンジ、サーモンピンク等で表現される類似した色調を示す可能性があり用語の拡散性が指摘されている。この風習は スロベニアとフリウリベネツィア・ジュリア州では何世紀にも及ぶ歴史があり、東欧のワイン生産国であるジョージアでは何千年もの歴史があった。この製法はイタリアとスロベニアのワイン生産者によって人気が再燃し、イタリア・スロベニア国境地帯のフリウリベネツィア・ジュリア州とコリシカ・ブルダ地方で広がり、現在ではスロベニア、クロアチア、オーストリア、ドイツ、ニュージーランド、 カリフォルニア州でも製品が存在する。1950年代から1960年代にかけてイタリアではスキンコンタクトワインは珍しくなかったが時代遅れに陥り技術的に正当派の済んだ白ワインが市場を支配するようになった。汎用的な用語としてのオレンジワインは2004年にイギリスのワイン輸入業者であるデビット・ A ・ハービーによって作られた。 ありがとうございます。